ブシロードロックフェスティバル楽しみだね。あ、楽しみですね。すごいいいイベントになりそうでワクワクしてます。あちらに見えるのはリエナの青山さんと鈴原さんです。これからお二人にブシロードロックフェスティバル2023について突撃インタビューをしていきたいと思います。行きましょう。ごきげんようブシロードロックフェスティバルへの出演決定おめでとうございます。ありがとうございます。突然なのですが、ライブを楽しみにしているお客さんのために公式アンバサダーを務めるリリカルリリー丹田葉月がインタビューに来ました。これからいくつか質問をさせていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。では第1問、リエラはどんなグループですか？はい、リエラはラブライブスーパースターに登場する現役高校生のスクールアイドルなんですが、現在はもう個性豊かなメンバーで活動しております。おお、個性豊か、はい、いろんなメンバーの方がいらっしゃるんですね。はい、はいはい、では第2問いきます。ライブへの意気込みを一言お願いします。はい、今回はですね、ブシロードロックフェスティバルということで、普段はね、清楚な私たちリエラなんですけれども、今回はロックでかっこいいイケメンのね、リエラを出していきたいと思います。よろしくお願いします。あら、イケメンの姿が見えちゃうんですね。そうなんです。やだ、楽しみ。私もちょっと公式アンバサダーとしてイケメンなリリカルリリーが出せるように頑張りたいと思います。楽しみです。私たちも一緒に盛り上げられるように頑張りたいと思います。頑張りましょう。あのリエラですね、今まで様々なフェスに出演させていただいていたので、ちょっとその経験を生かしてもうパワフルにイケメンでいきたいなと思うんですけども、一つちょっとやりたいなっていうことがありまして、あの出演されているアーティストさんとのコラボなんてできちゃったりしないですかね。いいですね。コラボってめちゃくちゃ盛り上がりそうだからやってみたいな。なるほど、それはとってもいい案だと思います。できるのかな。ちょっと待った。あなたはごきげんよう。モルフォニカのギターキレガー東海役菅田ひなです。そのコラボ、モルフォニカ立候補させていただきます。ほら、モルフォニカさんとリエラのコラボいいんですか？こちらこそいいんですか？でも私たちだけで勝手に決めてしまってもいいんですかね。ちょっと待った、私を誰だと思ってるんですか？ブシロードロックフェスティバルの公式アンバサダー、リリカルリリーの丹田葉月、モルフォニカさんとリエラさんのコラボやっちゃいましょう。いいですよね。さすが公式アンバサダーさんですね。任せてください。楽しい。いや、コラボ絶対嬉しいです。嬉しいですね。やるからには全力で盛り上げましょう。はい、ということで早速作戦会議しましょう。行きましょう。